着物セラピー。着物セラピー。こちら、着付け講師のトミーです。私はオンライン着付け教室を主催し、何らかの障害があって着物を諦めている方に、家族と素敵なお写真を撮ってほしいという着物セラピーという授業をやっています。今はですね、2020年4月16日なんですけど、世の中はコロナの自粛の真っ最中でして、なかなかねお出かけもままならないんですよね。私は今オンライン着付け教室っていうオンラインで、初心者の方が着物をね習いに行かなくても着れるようになったらいいなと思ってやってるんです。で、それとは別に着物セラピーという授業もしているんですけれども、もともと着物セラピーは着物セラピーという言葉自体はなんかセラピー効果があるとかそういうことではなくって、こう着物を着るとワクワクするよねっていう、このワクワク感をセラピーっていう言い方をしているだけなんです。なのでもう本当に普通に着物を着て楽しんでもらえたらいいなっていう思いで活動しています。せっかく家にいるので着物の整理も兼ねて、いろいろと着物を出しては着てみようと思って今おります。今日の着物はですね、私これ多分初めて買ったつむぎかな。普通のつむぎなんですよ。こういうなんかブランド物とかって言われるわけではない普通の着物なんですけれども、着物ってつむぎと小紋、普段着だとつむぎと小紋ってあるんですけどね、私はどちらかというと柔らかものと言われる、これ紬じゃない方がのお着物の方が好きで、ただ着物って数になればなるほど紬の方が好きになっていく傾向があるんですよ。で、今ではねもちろん紬も好きなんですけれども、これを購入した当時は紬全然興味なくてなんですけど、まあ先生に、ね、なるにあたって1枚は紬を持っておかなければっていう感じで買った紬っていう感じです。で、最初に買ったものなんですけれども、かなり好きです。この紬はシンプルじゃないですか、このストライプの。で、紬ってストライプって言っちゃいけないんですよね。一応着物の世界では縦縞、縞です。縞か格子って言われる格子柄か縞柄のお着物が圧倒的に紬は多いんですね。もともと野良作業とかするような農民たちが着ていた着物なので、そんな凝った着物じゃない、無地、こういう縞、格子っていう簡単に模様ができる着物で縫製されてるのが多いです。で、帯ですね。この帯も結構最初の方に買った帯かな、名古屋帯で、これも紬の帯ですね。すごい締めやすいんですよ、これ。だからもう初心者の時ってはっきり言って締めやすい帯をするのが一番楽なんですよね。なので締めやすい帯というところですごく出番の多かった帯です。最近あんまりしてなかったからちょっと出してきたんです。で、帯締めはこれは三分紐でこういう帯留めをしてますが、帯留めはねいろいろあると楽しめますよね。帯揚げはどうなの？帯揚げはちょっと薄い紫に今日はしてみました。こういう普段着の着物だと、今私これ白い襟ですけれども半襟も買えるといいですね。このコーディネートの時はよく柄のからし色の襟とかしてたかな。あと黒と白のちょっと柄模様の襟とかしてましたね。こんな風に手軽に着物が着れたらいいなって思ってもらえる人が一人でも増えたら嬉しいです。着物難しくないので、ぜひ今、ですね、4月30日まで無料モニターキャンペーン中ですので、ふるってご応募いただけると嬉しいです。ではまたね。
着物セラピー。着物セラピー。